第1回のオファーマニアをお届けしたいと思います。ただいまこちら、ヒルトンお台場の下に来ております。今日は、6月20日土曜日です。梅雨入りをしてで、はい、初の土日で、昨日雨だったんですけどね、今日は晴れていい感じになってます。でまあ、ちょっとなんでここにしたかっていうところなんですけど、このチャンネルどういうチャンネルにしようかなって考えた時に、まずは Vlog 的な要素で、2つ目が、How to 動画的な、なんか自分が知ってるのを伝えるっていうものを、勉強したものを伝える。でもう一個が、私都市伝説が大好きなので都市伝説についてお伝えできればなというところで、ここ見ると1月か2月、どっちも偉く11月、去年だったかちょっと忘れたんですけど、あのオリンピックのロゴが五輪がですねここに飾ってあって、まあ、ちょっとこのオリンピックについてはスポーツの競技だったものがいつの間にか政治とか経済的な要素っていうのが強くなってしまったと。特にこの日本のオリンピックについては電通っていうのが深く関わってると。で今電通といえばサービスデザイン協議会ですとか環境競争イニシアチブなんかでちょっとこう闇の部分っていうのが出てきてると思うんですけど、そういったあたりについても話したいなと思って言うのが心の中にあったんで、このモニュメントが映るここにしました。いやーお台場ってやっぱいいとこですよね。いい天気ですよ。ちょっと見栄え悪いというか絶対さ YouTube 用ならもっとちゃんとさ場所選ばなきゃだね。いやいや全然大丈夫です。はい、お待たせしました。じゃあ藤沢さんです。これな同じやつ？ちげえよ。あ、違うの？そちらすいません、小川さんのですね。すいません。何にしたの？ベーコンエッグみたいな。あ、へえ。大変そうだね。それはパン袋のリフィルですか？なんかさ、高くね？こんな大きかった？めっちゃ大きい、美味しそう。でかい。パン袋変えなくていいの？変えた方がいいかな。いや、わかんない。うわー、うまそう。先にトマトから食うね。ぐちゃってなっちゃうから。何？トマト飛んだ。汚い、なんかこじ食って食ってるみたい。食べ終わりました。金運もらいに行くぞ。芝公園にはゴミ箱がないので皆さんご注意ください。分かった。日本にはゴミ箱がないんで、外国人がびっくりする、日本人ゴミまで食べんのかなって。ゴミ箱ないから。見て、スポーツバンドでした。そう思った。なんか
快適だね。初めてスポーツバンドにした。あ、そう。今まで何？付属の黒。あ、普通のラバーのやつ。そうそうそう。夏さ、めっちゃ汗ばんでて。分かる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 。毎日っていうか、お店着いたらすぐ洗って、帰るとき洗って、家着いて洗ってたのね。どんだけ洗ってんの？洗ってしかないじゃん。さすがにね、1日1回で良くなった、これは。だから普通のさ、時計無理だなってやっぱ思った。洗えないのきつい。革とかね。うわ、やだやだやだ。イルビゾンテのさ、うん、革のベルトした腕時計昔してたの覚えてた、うんうん。あれさ、しばらくつけずに置いといたらさ、白くなっちゃって、あ、無理と思って、ちょっとベルトっぽいさせてもらった。かわいそう、ベルト。さゆりさんのお店だよ。さゆりさんって誰だっけ？桜通りの。はい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 。佐野さんのお姉さんみたいな。来ました。芝大神宮です。びっくりした。生姜豚、生姜焼きのことかと思った。なんかある。なんか体内くぐり的な。これ何？これ？あのお金徴収するシステムじゃん。ここに入れんの？いや、あっちでいいんじゃない？いろんなとこで入れてもらう。作れば作っただけ。読んで。最初は左に曲がります。次に右に曲がります。最後に左に回ります。正面にお進みくださいって。難しいね、これ。最初にこう。刺された。かわいそうに。かわいそう。いや、そうだ、そうだ、あの面接の練習してもらおうと思ったら、全然全然本当に良かったね、本当に。いやー、で、ゆうじに練習頼もうと思ってて。面接の。RDO が男性だから、男性に。あ、誰だな。全然知らない人、新しい人。あ、新しい人。